唇に Be My Baby は日本の女性アイドルグループ AKB48 の楽曲。楽曲は秋元康氏により作詞、高知義文により作曲されている。2015年12月9日に AKB48 のメジャー42作目のシングルとしてキングレコードから発売された。楽曲のセンターポジションは高橋みなみが務めた。前作 ハロウィン・ナイトから約4ヶ月ぶりで2015年第四弾のシングルである。タイプ A の初回限定版と通常版、タイプ B の初回限定版と通常版、タイプ C の初,イプの初回限定版と通常版、タイプ D の初回限定版と通常版、劇場版の9形態でリリースされた。全タイプ合わせて11曲が収録されており、希望的リフレインと並びシングルでは、 最多の収録曲数となった。ミュージックビデオは全タイプ合わせて10作が制作、収録され、同一作品への収録としては過去最多である。シングル CD のカップリング曲には NHK 連続テレビ小説、朝が来た主題歌、365日の紙飛行機が収録されている。同ドラマによる反響を受け、発売開始後しばらくして帯の背面は、 同作品で主役の朝を演じている女優の春が印刷された、両英面仕様に変更された。初選抜メンバー入り話。加藤玲奈、木崎ゆりや、小島春奈、峯岸みなみは、僕たちは戦わない以来約7ヶ月ぶり、入山アアンナは、グリーンフラッシュ以来約9ヶ月ぶりの選抜復帰となった。前作シングル、ハロウィン・ナイト選抜メンバーとの比較では、 柴田亜美、高谷奈義、ね、松村香織、武藤友、渡辺美紀が当作では選抜メンバーから外れた。センターを務めるのは、卒業を控える高橋美奈美で、単独では、インディーズデビューシングル、桜の花びらたち以来の9年3ヶ月ぶりである。高橋は、当初、今作が最終参加シングルとされていたが、自作、君は、メロディーにも参加することになった。 また、タイプ D には、高橋の卒業ソングである、背中言葉が収録された。2015年11月19日に、日本テレビ系列で生放送された特別音楽番組、ベストヒット歌謡祭2015で、初披露された。初披露を含め、テレビパフォーマンスでは千バズメンバーである、島崎遥が参加することは一度もなく、向井寿美代がアンダー出演した。 キャッチコピーは、君の唇は、誰のものタイプ B に収録された、マドンナの選択は、メンバーの加藤レイ奈が、自分の推し面を選ぶ、イ奈ッチ総選挙で選抜されたメンバーによる楽曲で、1位に選ばれた、HKT48 の田中夏美がセンターを、務める。タイプ A からタイプ D に関しては、初回限定版、通常版ともに同一。ジャケット写真。 表は雑誌の切り抜き風になっていて、印刷時に出る網点もあえて再現している。唇にビーマイベビーのシングル CD は、発売前日の2015年12月8日付のオリコンデイリー CD シングルチャートにおいて、推定売上枚数約81万3000枚を記録し、初登場で1位にランクインした。また、同日付の売上枚数により、 AKB48 のシングル総売上枚数は約3615万8000枚となり、b ズの約3580万9000枚を抜き歴代1位となったほか、秋元康氏は作詞したシングルの総売上枚数が約1億22万6000枚となり、1億枚突破を達成した。その後、2015年12月21日付の オリコン週間 CD シングルランキングにおいて初登場で1位にランクインした。同チャートにおける AKB48 のシングルの1位獲得は29作連続、通算29作目となった。初動売り上げは約90万5000枚であった。また、この2週間後である2016年1月4日付の同チャートにおいて、 約7万1000枚の売り上げを記録して1位帰り先を、果たし、同時に、累積売り上げ枚数を、約100万2000枚としチャート登場3週目で、ミリオンセラーを達成した。AKB48 のシングルのミリオンセラー、達成は23作連続、通算24作目である。一方、AKB48 は、エブリデイ。 カチューシャから前作まで21作連続で初動売上のみでのミリオンセラーを達成しており、この連続は本シングルで途切れる結果となった。2015年度のオリコン年間シングルチャートでは、本シングルは4位にランクインした。このチャートは本シングルの初登場集である2015年12月21日付が集計最終集であり、すなわち本シングルは、 初動売上げのみの集計でランクインしている。なお1位から3位もすべて AKB48 の作品であり、AKB48 はこのチャートの上位4位までを独占している。ミュージックビデオのロケ地、スノサキ灯台、唇にビーマイベビーのミュージックビデオは高橋英樹が監督を務めた。メガボルトは千葉県立山市のスノサキ灯台や千葉県市原市の 小港鉄道かず鶴舞駅などで撮影された。テーマはバトンタッチ。島崎遥香とミ岸ギシはダンスシーンには不参加。初回限定版と通常版の2種類が存在するが収録トラックは同一。ありがとうございます。